九州大学の伊藤です。よろしくお願いいたします。はい。この統合化推進プログラム、DICP といいますが、これ2011年に始まったプログラムです。で、2022年から第4期目に入っております。でもちろんデータの統合ということを進めてきたわけですけれども、それだけでなくですね、いよいよこのつないだデータを活用するというところにもシフトしていこうとしているところであります。で、できるだけですね、広範なユーザーがご自分の専門のボーダーを超えて、別のディスプリンを取り入れていくときの、そこのボーダーを下げるようなデータベースを作っていただきたいということを申し上げております。で、もう一つ超えていただきたいボーダーはもちろん国のボーダーでありまして、国際的なプレゼンスも獲得をしていただきたい。そしてデータベースを取り巻く環境大きく変わってますので、新しい動向に対応してくださいということを訴えております。また23年からは育成型という新しい枠も始めさせていただきました。これが現在私を助けていただいているアドバイザーの先生方です。で、これは現在サポート中のデータベース、これは22年度の採択した6つのデータベースで、23年度は従来型のものを2つに加えて、初めてこの育成型というものを採択をいたしました。で、ここで3つのデータベースが採択をされたわけですけども、ゲノムが非モデル生物にも広がってきたとか、あるいはロングリードが出てきたとか、あるいはスペシャルオミクスが出てきた、そういう新しい動向に対応したものが採択をされました。そしてこれが後ほどご紹介のあります、今年度の採択課題3つであります。で、今年度の公募を見てですね、一番大きな特徴は何だったかというと、提案の約 60% がやはり何らかの形で生成 AI とか LLM を使うというものであったという点につきます。で、これはですね、既存の課題の中でももちろん同様の努力が進んでいるということになります。ということで、新しい動向への対応ということを申し上げてきましたけれども、いろんな新しいタイプのデータが出てきている。そしてまた AI を活用するという、この2つがですね、統合化推進プログラムにおける、今見えている新しい潮流だろうというふうに思います。で、まさにですね、バイオデータサイエンスの時代になってきたかなと、バイオサイエンスのデータサイエンス化というのは、先ほどの声にもありましたけれども、ある意味、バイオインフォマティクスが目指していたところだろうと思います。で、こういう時代にあっても、まさにですね、データベース、それからバイオリソースというのは、バイオサイエンスの必須の基盤であります。で、こういうものがないとですね、AI の力、存分には発揮できないという面もあります。これはアルファフォールド2なんかがですね、その良い例だと思います。なので、DB の構築はやはりこれはエッセンシャルワークだというふうに考えておりますが、まさにこのエッセンシャルワーカーにですね、極めて強力な助っ人が現れたのが AI だというふうに考えています。これ本当はフランス語でかっこよく発音したいんですけど、ちょっと下手なのでやりませんが、非常にインテリジェントなアシスタントが今出てきたというところであるかと思います。で、実はこの ARW なんてことを言ってると、だんだん DB の構築自体も自動化する可能性が出てくるだろうと思います。そうするとエッセンシャルワーカーは AI ですかということにもなりかねないと思います。これちょっとスライドをかぶってしまいましたけども、それが進むと、DB の設計というところにも AI がやっぱり入ってくるだろうと。これ先ほど、高橋先生がご紹介された論文ですが、ネイチャーのニュースなんかにもこの取り上げられています。なので、AI がですね、非常にその革新的なデータベースを逆に提案してくれるような時代も近いかもしれない。そういったことを考えています。で、これはですね、DB を構築するという側からの視点ですが、ユーザーの視点から見るとどうなるかというとですね、やはりバイオサイエンスでいろんな分野を取り入れるわけですが、クロスボーダー、それをまたいだような統合検索、だいぶできるようになりましたけど、まだまだ困難な面は残ってますし、逆に返ってくるデータが膨大で、どうしていいのかよくわからないという状況が出てきます。そうするとこれからのユーザーは、むしろややこしい統合検索をささっと代行してくれて、返ってきた膨大なデータを適切にサマライズしてくれることを求めるようになるのではないかと思います。だから DB の利用者にとっての AI というのは、実はインテリジェントなエージェント、代行業者なのかもしれないなと、こういうふうに思います。ですから、人がプロンプトを投げると、AI が統合 DB を渡り合えて、必要なものを集めてきてですね、きちんと返してくれるという、そういう時代が来るのかもしれません。
で、まあ、私が今お話しているデータはまあ公共データでありますから、いわゆるフェア原則ということになるんですが、まあ、これを動詞にした場合のこの4つの動詞の主語は誰かというと、これはもしかするともうこれからは AI なのかもしれないなというようなことをまあ無双したりしております。ということで、まあ、統合化推進のプログラムの中でもいろいろこういう新しい動向への対応ということがですね行われております。で、今日はこの後まあ、新しい3つの課題についてまあトークをしていただきますし、それ以外にもポスター、それからリーフレットなども展示しておりますので、ぜひこちらにもですねお足を運んでいただければというふうに思います。で、私の前振りはここまでにして、次の、はい、そこに進めていただきたいと思います。はい、伊藤先生ありがとうございました。